はい、えー。今回ですね、熟成さんから報告いただいたのでシェアしていきたいと思います、えー。最近結果報告できてなくてすいません。大丈夫です。ここ1ヶ月だとアフリエトやコンテンツ販売の合計で18万5910円ですと。おめでとうございます。最近は自分の商品の中身を良くすることにフォーカスして頑張っています。商品の中身をまず完成させて、集客にとは力を注ぐことに目標にしていますと。 まあこれちょっとね、アドバイスというかしたんですけど、まあドリアカで教えてることと逆をやってるんですよね。ドリアカで教えてるのは、まず商品売れってことですね。うん。要は、先に商品作っちゃダメだよって話をしてるんですけど、これね、ドリアカをね、講義をね、しっかりと聞いてほしいなと思います。まあ別にドリアカの講義じゃなくて、別に俺は俺で行くんだっていうことだったらいいんですけど、ドリアカに入ったんだったらそれやってほしいなと思うんですけど、なんで僕が、その、商品を先に作るな、 うん先に商品を売れっていうことを言ってるのかそれは講義を見ていただければ見直していただければ、うん、そこでも言ってると思うんですけどうんだからそのうん商品の中身がいいか悪いかって結局うん商品を提供してみないと分かんないんですよね例えばうん例えばなんだうーん まあ、ウィンドウ、な、なんかいい、わかりやすい事例ないかなわかりやすい事例。あ、そうそうそう。ウィンドウズ、ウィンドウズ、ウィンドウズってね、世界でもすごい、あの、企業だと思うんですよね。で、すごいプロフェッショナル集団がめちゃめちゃ世界から集まってると思うんですよ。ウィンドウズの会社って、ビル・ゲイツの会社ね。じゃ、そのすごいプロフェッショナル集団が、ウィンドウズ、ウー、ウィンドウズ、ビスタを作りました。 すませんビスタ世代か分かんないですけどビスタねすぐ廃盤になりましたからね <laughs> 重すぎるみたいなでもね作った時はねそのビスタのプロモーションの僕は当時ねテレビ CM とかビスタのね、あのー、テレビ CM とかガンガン流れてましたけどエフェクトすごいかっこいいデザインがおしゃれみたいな感じですごく宣伝されてたんですけどパソコンのスペック追いついてないみたいな結局みんな XP ずっと使うみたいな だから XP が結局最強みたいな感じで、XP がもう OS としては十何年続いたのかな。うん。でも、Windows 側からすると、まあ進化しないといけない。もっと洗練されたデザインしないといけないっ。つっていろいろ考えて、いろいろね、開発していろいろやったんだけど、まあクソだみたいなね。<laughs> で、その後 WindowsB3 の後 Windows なんだ。Windows なんじゃらなんじゃら出てきて、それもすぐ終わったと思うんですよね。 今、Windows 10で落ち着きましたけど、Windows 10以降はもう、Windows 10がどんどんアップデートされていくみたいで、11は出てないのかな。うん。だそれって、あれじゃないですか。あの、出してみないとわかんないですよね。うん。だってさあの、はっきり言って、Windows の OS 作ってる人たちって、プロ中のプロ集団じゃないですか。初心者が作ってるようなもんじゃないだろうし、いろいろ考えて、未来のことも考えて、いろいろ先読みもして、いろいろやった結果、でも、 価値を感じられ、感情価値を感じてくれなかった。もはや昔作った OS の XP の方が支持されるみたいな。<laughs> うん。まあこんなのよくいっぱいありますよ、事例と探せば。うん。だから Apple とかも、そのなんだったら Apple も売れない商品あったんですけど、あの、過去にね、確か。Apple で働いてる人ってね、すごい人たちだと思うんですよ。で、その、そのすごい人たちが、これはすごい商品だって言ってね、市場に出してみたけど、全然売れないみたいな。 だまずだ、最近、最初、最、大事なことは売ることです。売った後、あの、バージョンアップしていけばいいんだお客さんの声聞いて。うん、だこの前もね、僕、商品売った後にね、お客さんから指示いただきまして、吉谷さんと、あの、動画が、これクレームじゃないんですけど、動画途中で切れてるんですけど、どういうことですかみたいに来て <laughs>、すぐ作りましたね。すぐ、なんかあの、切れてる原因を探すより、切れてる原因を探すより、なんで切れたのかわかんないですけど、うーん、あの <laughs>、 その原因を探すより、新しく作ろうっつって、新しく作ったんですよ。で、新しく作って、作りましたっつってね。新しく作りましたっつって、そこでね、新しい言葉、自分のね、リアルタイムの今の言葉を発した結果、そのお客さんはめちゃめちゃ満足してくれましたね。ありがとうございます、吉谷さんとあ。吉谷さんが最後に連呼していただいた言葉、もう身に染みて、もう分かりました、みたいな。なんか価値感じてくれましたね。うん。だそうやってなんか、 あの、バージョンアップすればいいかなと僕は思いますね。コンテンツ販売って、コンテンツのいいところって別にその、やればいいだけなんで、作れますよね。無限に作れるんで。だから今から新しいアップルウォッチを作るっつったら、時間とお金と労力かかるけど、コンテンツに関しては、やろうと思えば作れるんで、在庫ないわけですから。ね、なんかプラスチック製品をどう仕入れるとかね、なんかその、金属どうやって作るとか、なんかそういう工程ないですから。 うんコンテンツをね、カメラに向かって喋るなり、画面キャプチャーでこうやって喋れればすぐ作れるわけですから、資料もね、プレゼン資料で行くんだったらプレゼン資料作って、あの、作ればいいだけなんで、なんでそれをやんないかっていうと、ただめんどくさいっていうね。みんなめんどくさいんですよ。だからやんないだけです。<laughs> めんどくさいっていう。でもそれめんどくさいって、もはやビジネスとして捉えてないですよね。ビジネスってめんどくさいこととかたくさんあるだろうし、嫌なこともあるだろうし、それが仕事ビジネスじゃないですか。うーん 特にそのコンテンツ販売っていうのはお客さんに商品売ってるわけですからもうね完全ビジネスじゃないですかでそこに対してのフィードバックをするっていうのは企業努力なのでまあそれはもうめんどくさいで終わらしてるようなマインドセットだったらまあ無理だよねって話ですね当たり前ですねうんはいということでねしっかりとねドリア化の講義を見直していただければなと思いますはいでは終わります